こんにちは武田慎一郎です今日もフィルムの話をしたいなと思いますで、前回とその前ですねあのネガフィルムのことモノクロのネガフィルムとカラーのネガフィルムのことをお話をしたんですがまず種類としてはもう一つありますねリバーサルフィルムって言われる まあスライドフィルムとかも言われたりするんですけどあのそのリバーサルフィルムのことについてちょっとお話をしたいなと思います。でリバーサルフィルムといえばまあこの富士フィルムが出しているシリーズが結構やっぱ有名だと思うんですよね。これがまあプロビアっていうのとこちらがベルビアあこれ逆ですねベルビア。 ですね、まあこういうフィルムなんですがまあそもそもリバーサルフィルムって何って感じだと思うんですけどリバーサルフィルムっていうのはまあそのフィルム自体にまあ色がついてる、まあ、色がついてるっていう言い方が適切かどうかあれなんですけど、まあ、フィルム自体がまあ発色をして もうプリントをしなくてもフィルム自体が写真として、まあ、完結しているものですね。でそのリバーサルフィルムもう種類っていうのがありましてまあ内式っていうのと外式っていう2種類あります。で現行で販売されてるリバーサルフィルムは全て今内式っていうタイプになってますね。 でその内式外式の違いっていうのが、まあ、現像の方法が少し違ったりとかまあその発色の仕方ですね色の出し方が違ったりするようですね。で今のメインになっている内式のフィルムなんですが、まあ、ラインナップが本当にもう今少ないです。もう 大きいその写真屋さんというかまあそういうとこで買えるのが今調べてみるともう4種類ぐらいしかなくてもうコダックと富士フィルムもうこの2択になってますねで富士フ,フィルムが種類がまだ多いんですけど多いって言っても3つしかないんですよねで今出したような まあ、プロビアっていうのと、まあ、このベルビアですねこれの、まあ、バリエーションがいくつかあるっていうのとあとはコダックから1種類今出てるっていう感じなんですよね。で富士フ,フィルムから出てるものっていうのでいくと、まあ、感度別に言っていくと今 ISO50 のフィルムでベルビア50っていうタイプのフィルムがあります。 で、「ベルビア50」っていうのは結構歴史が割とあるかなっていうフィルムなんですけど本当に色が本当に独特な色が出ますね。で赤とか緑の色がちょっと強調されるようなフィルムなんですけどで、リバーサルフィルムになってくるとその撮ってそのフィルム自体でもあの色がこの色っていうのがもう。 撮った瞬間に決まるんですよねなのであのフィルム自体でどんな色にするかっていうのがまあ、どのフィルムを選ぶかっていうので決まってきます。でベルビア50っていうのはイメージカラーが出ますよっていうようなタイプになってるんですけどまあ言い方で言うと超高彩度っていう言い方を富士フィルムがしてるんですけど。 まあ彩度が高いですね鮮やかな、まあ、リバーサルフィルム自体が、まあ、あの鮮やかな発色が出るんですけど、まあ、このフィルムは高彩度ですよと。でさらに、まあ、赤とか緑がちょっと強調されたような夕日とか撮るとすごいあの綺麗な色が出てきます。まあ、あとはあの緑が強調されたりするので。 まあ、あの新緑とか、まあ、そういうのをとってもすごく麗なあな葉っぱの色が出てきたりとかするようなフィルムですね。で RMS 流浄度っていう、あのー、指標があるんですが、まあ、そのリバーサルフィルムの画質の良さを、あのー、表すような数値があるんですけどこのベルビア50っていうのが。 といいいいうう値ににななっっててますすね、まあ、画質がすごくす。でその次が ISO100 のフィルムが「ベェルビア100」っていうのがあるんですけど、まあ、これが、まあ、こちらもイメージカラーなんですが「超極サイド」っていうふうになってましてサイドが極めて高いというヴェ、まあ、ルビア50を進化させたようなフィルムなんですけどさらに あサイドを上げてまあ青とか空の色をとっても本当にあの何て言うんですかねあの青が鮮やかっていう感じですね目で見た色よりもかなり鮮やかな色になって出てきますね。で「RMS 流浄度」が「8」っていう画質が一番いい部類になってきますね。でもう一つ種類があって「プロビア」 っていう種類があるんですよねそれのプロビア 100F っていうのが出てますでこちらのプロビアっていうタイプですねで僕は一番このプロビアっていうのが好きですでサイドでいくとナチュラルカラーっていうふうに言われてましてまあ見た目の色に一番近い色を出してくれるっていうようなフィルムですね ただ見た目の色に近いんですけど、まあ、独特の色がやっぱり出てきますね。リバーサルフィルム独特の、あのー、ちょっとこってりした色というか、あのー、すごく綺麗な発色をしてくれますただ彩度が高すぎないので、あのー、見た目の色に近いっていうようなちょっと矛盾したような言い方なんですけどそういうようなイメージですね あの見た目のまんまではあるんですけど色味がすすごく綺麗ですねそれで、まあ、何を撮っても撮りやすいフィルムかなっていうような感じですねでまあ富士フィルムがそういうような感じなんですがコダックっていうともうリバーサルフィルムっていうような僕はイメージがあったんですよね。 昔は本当にリバーサルフィルムだけで10種類以上出ててまあ有名なのでいくと、まあ、コダクロームっていう、まあ、コダクといえばコダクロームみたいな、あのー、カラーフィルムの元祖みたいなフィルムなんですけどまあそれを出してたんですがまあ残念ながらまあそれは結構、あのー、早い段階でもうなくなってしまったんですよね。で今あるのが E100 っていうまあエクタクロームって言われるあの内式のリバーサルルフィルムですねこれが今1種類だけ出てますでこの E100 っていうのは、まあ、プさっき言ったプロビアみたいな感じであの割と自然な発色で彩度を高すぎずで白の色がき,きれいに出たり抜けのいい色が出ますよっていうようなフィルムになってますね。 ただめちゃくちゃ高いですこの E100 っていうあの35ミリフィルムの36枚撮りで今5一本5000円ぐらいの値段になってますねとてつもなく高いあのフィルムになってますただあのコダックブルーって言われるような青を撮った空の青を撮った時の色がすごい綺麗に出たり、まあ、コダックのフィルムはやっぱりいいですね。 という感じでリバーサルフィルムって発色がやっぱりすごくいいんですよ抜けのいい綺麗な色が出ますでフィルム自体にもう色がついているのでまあ、それだけそれを見てるだけですごくあの綺麗なんですよねでプリントするよりもそのフィルム自体で見た方がすごく綺麗なんですよでどんなフィルムかっていうとまあ これがまあ死の後、あのー、リバーサルフィルムなんですけどまあこれはえっ、ー、とプロビア 100F ですねで撮ったものなんですけどまあこの状態でもあのー、色がついてるのがわかると思うんですけどフイルム自体にもう色が中で発色してるんですけどまあこういうような感じですね。で どういうふうにこれを見るかというと光を通した光で等加光っていうので見るんですよ反射光ではなくて普通はプリントとかだと光が当たってそれを反射したものを見てるんですけどリバーサルフィルムは、まあ、フィルム自体を通った光で、あのー、見るっていうようなでこういうライトビュアーっていうような、まあ、光を発するものとかに当てて光を発するものとかに当てて まあこうやって、あのー、後ろからの光10日光で見てるっていうような感じなんですよねすごく綺麗です色が、まあ、こういうようなリバーサルフィルムっていうのはすごく面白いんですよねまあ皆さんも是非、あのー、機会があれば是非、あのー、使ってみていただきたいなと思いますということで今日はリバーサルフィルムの お話をしましたではまた